はい、どうも皆さんこんばんは、吉村です。さあ、今回からですね、新企画、もうダブルクロスも出るからね、クロスの新企画、回復アイテム縛りプレイ、イェイ。いや、まあ、回復アイテム縛るって言っても、縛る回復アイテムは、基本HP 回復系。まあ、だから、今、ちょっとアイテムポーチこんな感じになってるんだけど、元気ドリンク、粉塵捨てなきゃ。元気ドリンクみたいな、スタミナ回復系は OK。ただ、HP 回復系はダメみたいな。まあ、その代わりアイテムは全部使って、全部っていうか他使っていいよって感じの縛りでやっていこうかなと。で、実はもう動画消しちゃったんだけど、昔、4G の裸縛りをね、クロス発売前にやってたの。だからそんな感じだね。今年もやっていくかなって感じですね。まあ、4G の裸縛りの方はもうなんかテンションが低すぎてまだ自分実況慣れてなくて。で、消しちゃった。うん。で、今回も裸縛りやろうかなと思ったんだけど、やっぱ裸縛りっていうのは、プロハンがやるもん。今回武士道もあって、それなりにね、裸縛りの、まあ、縛りプレイが、なんつうの、結構緩くなったと思うんだけど、難易度的には武士道とかね、エリアルとかあるから、乗って封じ込めたりとか、ただ 4G はそういうのなかったから、まあ、かなり難易度高めだったんだけど、まあ、それでも、ちょっと俺は無理。裸はちょっと無理。うん。本当に、もう、上手い人じゃないと無理だと思うんで、まあ、この回復、なし縛りぐらいならできるかなと、防具もね、スキルも自由に選べるんで、まあ、これの白ハヤテの魂で、白ハヤテの魂だよね。回避性能プラス2、これがでかいですよね。これでまあどうにかしていきたいって感じ。で、1回目、第1回はまあ、第1回にふさわしいって言ったらまあここら辺かなと思ってウルクススにしました。こいつはハンターランク4以上の条件、だから上位ウルクススだね。まだこっちはね、6以上とかになったり、8以上になったりして強くなるんだけど、ウルクススだけじゃないからさ、さすがに一等討伐でやっていきたいんで、はい、こちら。上位のウルクスス。これなんて読むんだっけ。まあいいや。はい、二つのウルクスス行きましょう。でね、一つだけちょっと問題があるのよね。さっき一回行ったのよ。全く何もわかんないし、もうクロスの腕もなまっちゃってるからさ。そしたらさ、行動パターンが思いのほかわっ、ザボーアギルも来たよ。行動パターンが思いのほかわかんねえんだよね。だから、そこだけ問題つか、そこだけ問題つか、それは一番の問題だな。こういうのはコードパターン覚えてる人がやる縛りだからね。まあ、ただ、こいつぐらいならいけんじゃないかなと。あ、ザボアギルの方向で、垂れ耳になったわ。さすがに。ねえ、いきなりそれやめてよ。やめー、ちくりー。ザボアギル逃げた？ファッ！オッケーオッケーオッケー。なんかしないけど、こいつにぶっ倒されたわ。さすがに押し倒されたわ。さては、ねえ、これうっざいな、これ。はっ、もう一回来る？来ないか。今はよ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 、オッケー。これくりくるりしてきて、しかもあれにもさ、あれなんだよね、あれが付与されてんのよ。いや、ちょっとやばいな、これ全然ダメや、全然ダメ。全然ダメなやつ、怒ったかな。スッ。で、方向のタイミングもさっきね少し覚えたんで、回避性能でまあ多少は避けられるはず。多分全部は避けられないかも。そんなマスターしてるわけじゃないんで、もう一回？オッケー。はい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 。三連撃はできねえな。あんま好きないよね、意外と。二つなんだってくると、だいぶ好きな、とか言っちゃって、言っちゃうやつ。ファーッ！オッケーオッケーオッケー。危ない危ない危ない。紙一重で避けていこう、とこ。はい。くっそ。これ、赤ゲージまで持ってくの無理じゃね？そう思わん？普通に無理ない。危ない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 。普通に無理な気がしてきたよ、俺。はい。はい。いやー、好きねえなー。好きないよ。仮技ドリンクを、仮技ドリンク飲んだ方がいいかな。ほっ、ここでかい。え、今壁なかったら受けられたからね。回避性能をしっかり使っていきたい。はい。はい。パッ。パッ。やばいな。ちょっとなんか、初回からなんかやばいような気がする。オッケー。おこ、あー、くっそ、避けらんねえか。ただ、これちょっとチャンスだよ。はい。はい。オッケー。これで黄色ゲージ、とりあえず黄色。よいしょー。いやー、これはちょっと苦戦強いられそうだわ。思ったより強い。思ったより強い、ほんとに。で、まあ、ワダムとかもあるんでね。あー、出た。使えるチャンスがあったら使っていきたいけど。ちょっと、ノリも蓄積し、あー、かーん！全然ダメですね。ダメダメだわ。痛い痛い痛い。はい、ヒルメ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 、バカしよ、ヒルメ、ヒルメ、バカやろ、お前、バカっつったらヒルメって、お前、親に教わんなかったのか、お前。
爆発したらひるむんだよ普通。え、マジか、ダメだ、タイミング合わせようと回避性能使おうとしてもあれ出にもあるのかよこれ。やばいやばいやばい、え、ちょっと待って、そういうリンチやばくない？ファーあぶねで、今回ね、吉野回復どうすんだよと思ってるでしょ。さすがにあのオアシスは重すぎて使えなかったんで、あのたまらないと思ったんで、あのこっち持ってきたから、こっちもう一個の回復、不死鳥の息吹、これは状態異常を直して、その分ファイヤー、その分ファイヤーな、彼技ですね。オッケーオッケー、そうそう、あれあれあれよ、あえてしっかりタイミング合わせてよければ、まあ回避性能は抜群の効果を発揮していくんで、オッケー、ナイス、ひるみ、ケツ切ったらひるめって親から教わった、当たんねんかい。ちょっと待って、もう黄色からもう戻っちゃうよ、赤でもねえのに赤でもないのに透明に戻っちゃうよ。ちょっと待って、怒ったか、今よけろよけろ、くっそー、タイミングは、あ、白になっちゃった、あ、そっか、一段階ずつ減ってくんだっけ、そういう仕様だったっけ、ちょっと覚えてねえわ。いやー、きついな、攻撃も全然当たんねえし、やべ、想像の8倍強いわ想像の8倍強いよ。いやー、これは厳しいぞ、ほんとに。え、なんかめっちゃ食ってる、へえ、あ、キノコ食ってるよ、疲れた。キノコなんて食うんだ、これ初めて見たな。やっぱあのソロでやった時にしか分かんない感動ってあるよね。しかもなんかめっちゃ食ってるからさ、あっという間に黄色だよ、ありがとう。何をそんなに食ってんの、ぶち切られまくりな、あー避けらんない、くっそ、いつになったらこの方向のタイミングを、マスター、うわマジか、赤にできなかった、またでもそこそこ減ってきたか HP、 さてはどう、そんなことない、ファッ、いやー、え、なんだ、なんで今あれだった、あれなんなかった、あ、怒ってないと、あれか、あれじゃねえんだ、あれね、やばいあれだよあれ、だるま状態ね。不死鳥の息吹使いたいけど、どうせ使うなら HP 回復量が増える、あれだよあれ、ファッ、なんで当たんねえんだよあそこだね、氷やられになってる時だね、使うならわざと食らうのも尺なんで、とりあえず切って食らったら、これデモ食らうが、あ、そういう避け方すれば当たんねえのか、オッケーオッケーオッケー、やべやべやべ、あ、これ死が見えたわ、死が見えた、ふわっ、あっぶねえ、ちょ、あー、今ら不死鳥の息吹チャンス、不死鳥の息吹チャンス、待て待て、使っていい、ほい、全然回復しねえじゃんうわ、しかも回復した分を削られていく男、ちょっとやばいな、この HP やばいな、ちょっともうやばいよ、本当にやばいよこれ冗談抜きでやべえよ。なんでザボ開ける、バカ野郎なんでお前無意識、こいつただ出てきただけでしょ、無意識のうちに、あ、やばい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 、どやばいやばい、あ、そっか、こいつ方向で耳やられんだ、オッケー、逃げたなこれ、はい、いやこれちょっと罠使うべきだな、これ罠使おう、罠第1回からグダっていく男、今ら頼むぜ、よしよしよし、なあこれオアシス、これ絶対回避よりオアシス採用した方がいいかもしれない今思った、ね、逃げるでやめて、逃げるのは違うじゃん、それは違うじゃんお前、ファー、怖い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 、滑ってきそうで何もできねえよ、はい、おお、なんか知んないけど耳壊れた、耳、これ死んだらさ、HP がこれになっちゃうのが辛すぎね。あと、ちなみにあの、ベッド回復ももちろん禁止です。全然、寝てねえっつがもう全く弱ってないじゃん、これ。全く弱っ、今なんで避けらんないかないつになっても方向のタイミングわかんねえわ。どうしよう。思ってるより早いんだよね、出るのが。オッケーオッケー。サバーゲリより切る、とりあえず切る、とりあえず切る。切れ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 、大丈夫、HP はまだ満タン。焦る時間なんじゃない。残念な、ケツ向けんな、ケツ。ちょっと待って、とりあえず。はい。バカ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 、サメやめろ、サメやめろ、サメ。お、なんかでかいの転がってきた。バカ、ああきつすぎー、はよ、サメ、海に帰れ、海に。これ、サメっつうか、これ、カエルじゃね、おい、サメガエル、早く帰れ、帰った、オッケーオッケー。あ、弱っ、怒ったか、今オッケーオッケー、ちょっとタイミングずれたけど、回復性能2で、おかげで避けられましたね。姫、ファーもう、マジで予想の8倍強いわ。ファッ、オッケー、さすが回復性能。ああ、これやばいな。これ、ウルクススにこんな、戸惑ってるようじゃ、俺もう、戸惑ってるじゃねえ、手こずってるようじゃ。最終目標であるアルバトリオンあたりがきつすぎるぜ。
さすがに御天皇っていうか四天王プラス女王のあの子やんじゃん。あれを回復なし縛りでやるのは絶対俺無理なんで。あっぶねえ。いやーこれやばい。これ何分かかんのこれ。あ、足引つってんじゃん。オッケーオッケー。なんとか終わりそうですね。いやー強かった。まだ勝ってないけど。まだ勝ってないけど、もう勝ってる気になってるわ。はい。はい。届け俺の愛の思い。あ、くんちゅり届いたわ。パッ、オッケー。回避性能の、なんつうんだっけ、チョイスはやっぱ合ってると思うわ。ただ絶対回避がね、予想以上にいらない。切れ味回復のためと、あと、まあ、回避のために単純にね、持ってきたけど、予想以上にいらないな。あ、やべ、鬼神大回転技できなかった。クソ、せっかく、カンタロスじゃなくてタルタロスと、タルタロスだっけ、タルタロスと、愛を破格持ってたのに無理だったわ。パッ、これ壁通り抜けてくる。あ、壁ガードしてくれんの、壁最強説。ほら、もう15分身いっちゃったよ。恥ずかしいよ、俺。モハン9年やってんだよ、モハン9年。モハン9年の男が、二つのウルクスに15分身かかるんだよ。しかも装備も万全で。え、なに、そんな技あんの？あれ、こいつここじゃないんだ、寝床。不死鳥の息吹！はっはっ！この人どこで寝んの？あー、あの、上で寝、うん、どこだ？いつまで引きつってんの？いつまで足引きつってんの？どうした？はい。あー、さよなら。